天然ウラン。天然ウランは、講義では、自然界にある、ウラン資源、ウラン鉱石や海水に含まれるウランを含む及び、ウランの同位体組成が自然界にあるウランと同一の、ものを指す。競技では、ウラン金属およびその化合物、酸化物、復化物、炭化物、窒化物を指す。濃縮ウランおよび劣化ウランとの対比で用いられる。場合はこの競技の意味で用いられる。 ウランには質量数238と235の同位体があり、採掘されたウランにはウラン238が約99.3%、ウラン235が約,約0.7%含まれている。このうちウラン235は核分裂する放射性同位体であり、原子炉で核燃料として用いられるほか、核兵器の主要な材料として用いられる。 21世紀初頭現在、世界の原子力発電の主流は、軽水炉であり、採掘されたウランは、軽水炉で使用するために濃縮工場で、ウラン235の比率を高めて濃縮ウランに、される。濃縮ウランに対し、濃縮していないウランを天然ウランと呼ぶ。ウランは、地球上の近くや、海水中に広く分布しており、銀の40倍。 鈴と同量が存在すると推定されている。そのうち確認化栽培増量は547万トンと推定されている資源エネルギー庁の試算2007年時点でウオキロあたり130米ドルの採掘コストで2007年度のウランの世界需要は約7万トン2010年度のウランの平均スポット価格は44ドルであった主要なウラン資源国は 埋蔵量の多い順に、オーストラリア、カザフスタン、カナダ、南アフリカ、アメリカ合衆国などである。なお、採掘可能な埋蔵量が推定400万トンの朝鮮民主主義人民共は、韓国統一省、日本原子力産業会議が確認埋蔵量のナンバーワンのオーストラリアを上回る可能性がある。日本でも岡山県、鳥取県の人形峠交渉や、 岐阜県と岸の東農交渉が発見されたが、資源量過少により開発されなかった。日本国内の原子力発電所で用いるウランは、全量が日本国外から輸入されている。また、日本の資本による海外のウラン鉱山開発も行われている。その中で、最も埋蔵量があるオーストラリアの敷屈県が、エネルギー需要の高まりで、激しい争奪戦になっている。ウラン。 イエローケーキの価格は1980年には32.9ドルベイドルであったが90年には12.55ドルベイドル2001年には7.92ドルベイドルまで下落したその後上昇に転じ2010年には過重平均価格は44ドルベイドルとなっており先物は50ベイドルで取引されている主なウラン鉱石は次の通り これら採掘されたウラン鉱石は細かく砕いた後、硫酸で溶解して6価のウランの浸出液とする。ただし、鉱石が石灰岩を多く含むなど硫酸では効率が悪い場合は炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムを用いることもある。また、適用は鉱山の地質構造に依存するが、ウラン鉱石が存在する地層中に蒸気の抽出液を直接注入して、 ウランが溶け込んだ、浸出液組み出す、溶媒抽出法と呼ばれる、採掘方法も実用化されている。浸出液は、溶媒抽出、イオン交換、または、沈殿法のような科学的手法、湿式精錬で、不純物を取り除いた、先行後、ウラン含有率を60%くらいまで高めた、ウラン成功になる。蘇生錬工場の最終製品がこの、ウラン成功であり、 イエローケーキとも呼ばれるが、イエローケーキは、実際には単一の物質ではなく、ジュウラン酸ナトリウム、ジュウラン酸、アンモニウム、岩水ン酸化ウランなど、静電工程の違いにより、工場によって成分が異なっている。浸出液に火星ソーダを加えるプロセスならば、ジュウラン酸ナトリウムが沈殿する。また、アンモニアを加えるとジュウラン酸、アンモンウオが沈殿する。 これらの沈殿を脱水して、フレーク状にしたものがイエローケーキである。蒸気の通り、イエローケーキ中のウランは、必ずしも六花ではないし、工程の温度条件等により必ずしも黄色ではなく、オレンジ緑茶褐色まで幅がある。現在イエローケーキと呼ばれているのは、歴史的に最初の精錬工程で作られた、ウラン成功が鮮やかな黄色だったためである。イエローケーキは、 ドラム缶に詰められて転換工場へ出荷される。ウラン鉱石はイエローケーキの状態で取引される。国際取引ではイエローケーキに含まれるウランを8、3化3ウランに換算して1ポンドあたりの価格で売買が行われる。世界の荒製錬工場のほとんどは鉱山に併設されており、日本国内には工場がない。日本国内ではかつてウラン鉱から イエローケーキの精錬が行われていたが、1970年代に中間過程としてのイエローケーキを経ずに4、復活ウランを直接製造する方式が確立されている。イエローケーキから6、復活ウランを製造する過程を転換と呼び、転換を行う工場を転換工場と呼ぶ。実際には、ウラン製鋼の生成連も行われる。イエローケーキを賞賛で溶解し、 TBP、リン酸トリブチル等を用いて不純物を取り除いた後、脱症により酸酸化ウランを生成する。酸酸化ウランは水素を用いて還元してに、酸化ウランにした後、流動床等の装置で、復化水素と反応させて4復化ウランにして、フレームタワー等を用いて、フッ素と反応させて6復化ウランが作りされる。4復化ウランは、緑色の個体のため、 グリーンソルトとも呼ばれることがある。ただし、転換工場内でしか取り扱わないため、一般にグリーンソルトを目にする機会はない。転換工場の最終製品である純度を高めた6、フッカウランガスは 48Y シリンダー、直径約1.4メートル、長さ約3.8メートルの構成煙筒容器と呼ばれる輸送容器に封入されて濃縮工場に出荷される。 転換工場も日本にはない。転換工場で転換された純度を高められたウランは、濃縮工場に送られて、ガス拡散法、または遠心分離法で、ウラン238に対するウラン235の比率、濃縮度を高める。この過程を濃縮と呼ぶ。日本では6カ所村に濃縮工場がある。なお、日本からウランを買い付ける場合は、 転換工場から6ッカウランを購入する。日本国外の濃縮工場で濃縮された6ッカウンを購入する。もしくは、海外の再転換工場で二酸化ウランにしたものを購入することになる。天然ウランをそのまま核燃料として使用する国塩炉、重水炉の場合は、転換工場から再転換工場へ送られ、天然ウランの6ッカウランから、 各燃料用の金属ウラン棒や二酸化ウランの燃料、ペレッカが製造される。軽水炉で使用する場合は、濃縮工場で濃縮ウランに加工され、30バイトシリンダー、直径30インチ、約76センチメートル、長さ約2メートルの厚成20円筒容器と呼ばれる輸送容器に封入されて、再転換工場へ出荷さる。再転換工場、アズポーでは、 常実の30バイトシリンダーの弁を開けて加熱することにより UF6 を取り出し水と反応させて UF を生成する。この UF にアンモニアを加えて重ウラン酸、アンモンウオを作る。このアズを水素で還元することによりに酸化ウラン粉末を生成する。二酸化ウラン粉末は燃料加工工場に渡されて常実の燃料ペレットに加工されて ジルカロイ等の合金で作られた燃料被覆管に封入される。この被覆管を束ねて燃料集合体が作成される。従来、イエローケーキは IAEA、e、の査察対象ではなく、イエローケーキを加工して純度を高めた6フッカウラン以降からが査察の対象であった。しかしながら、イラクの核兵器開発疑惑を発端として包括的、保障措置協定に追加される。 議定書、追加議定書 INFCIRC540 が発行した結果、イエローケーキについても取扱量が10トンを超える、合わせは査察の対象となった。1977年9月27日、アメリカコロラド州、スプリングフィールドの高速道路287号線上で、イエローケーキ4329ポンド、約18.3トンを積載したトレーラーが、 道路を横切っていた馬3頭に衝突し横転した。イエローケーキは55ガロン構成ドラム缶50本に収納されていたが、衝突の衝撃によって32本が放り出され、そのうち17本の蓋が外れた。さらに、車上に残った18本中の12本も蓋が外れ、合計12000ポンド、約5.4トンのイエローケーキがドラム缶外に漏れ出す事態になった。 漏れ出したイエローケーキのうち5000ポンド、約2.2トンはトレーラー内に残り、残りの7000ポンド、約3.1トンが3000から4000平方ヒート、約278から371平方メートルの範囲にわた、地上に飛散した。事故後、トレーラーやイエローケーキの堆積した地域を、防水用の重いプラスチックシートで殺急に覆い、粉末の飛散を防止した。 9月30日から除染作業を開始し、室内で除草、土壌浄化などの作業を行うための仮小屋を建て、中で真空掃除機を使用して汚染土壌を除去していった。10月10日に立ち入り制限が解除された。作業に従事した警察官や作業員27人を検査した結果、吸収したイエローケーキの量は健康に悪影響を与えると考えられる量より、 はるかに少なかったと報されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。